え、こいつ2匹しか使わねえの、お前金玉ついとんのか、全力で来いや、お前。おい、そうだね、ルン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 全言撤回します。お前は強い。な、水のハボってさ絶対当たるんじゃなかったっけ。ねえ、水のハボって絶対当たるんじゃなかったっけ。違うよな。なんでこいつマジで。いや、本物の TV を見せてろ。わーてめえこの野郎。いやー、これ水の波動使うべきかな。いや、でもいいや。パワーは互角。もう家庭ななかなか。意外のパンチが出るからな。攻撃。やばい。格闘タイプの技はエスパーに。格闘は。エスパーに反撃。何お前。せやな。いや、起きるまで粘る。ああ、まあいいや。追加効果の麻痺がない。いや、結構強いな、やっぱ。おい、ふざけんなこいつ。催眠とか使ってくんな、男と男の勝負に。HP 半分以下になったらいい傷口使うわ。起きろ。ナイス。ん？あ、オーボンか。あー、ギリギリ落とせるか落とせないかってところだな。よし、勝った。逆に美味しい。すごい傷口使われなくて済んだ。いや、ここやっぱり苦戦するね。自分相手の水まきを絶対見るのよ。どういうことどういうことそれ。何か策があるのか。いや、これ前回よく勝ったな。そのまま DV マニアが強すぎる。まだまだ負けやぜ。水の波動で誰あ、そっか、キアパンしまくってくれたのか。よし。己の自傷で死ね。で、自称すんだろ。お前マジでめんどくせえことしてくんな。よし、そんな後ろ向きでいるから勝てないんだ。機を逃すんだ、お前は。逃し続けろ、大切な貴重なチャンスを。そしてレベル33。攻撃をしないとどうやって勝とうとしてたんだ俺に。で、ハガネイルに勝って34と。そうすると何が覚えられるか皆さん分かりますか。ショックパッチ。何が覚えるか分かりますか。そうです、それです。だってよ、なんかおしとやかだね。その、あー、しまった。聞こえるか。
ちょっと油断したな。よかった、多分電気ショックで、ここはナイス。マンボルかましてくるんすか、やべえな。これコイル2匹出してきたらマグニチュードバリーな。いや6じゃ倒せねえ、残る絶対。よし、やべえ、マグニの PB 断念。やめろお前それ。くっそ、なに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 、おい、ディープマニアに頼りすぎて何がいけないの、自分の家族に頼って何がいけないの。あーくそ強えや、おいくそ強えやこいつ、おいこいつクソ強えよ、おい助けてよ誰か。交換できるやつがいいね。これね、結果変わらないから、ビルから出すのと、これ結果変わらないから、絶対10万ボル取ってくるから、弱点ついてくるから、で経験値渡した上で、うーん、 PP8 使うか、いやー10か、いやでもこれはマグニチュード必要で、ストに来るんでしょ、もう一回測った、あぶねー、よし、やっぱ固定ダメージ痛いな、よし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 、いける。いや、みかんあっさり勝ったのはこいつのおかげだよ、 DV マニアのおかげだよ。だってさ、レベル1個上のハガネイルのアイアンテール急所に当たって50残して耐えたんですよ。防御力77でかいな、特防68、防御力77、特攻78、攻撃も58で低くないしな、なんならパーフェクト一番高いんじゃない、まあ、レベルが高いっていうのもあるけど、いや捕まえてよかった DV マニア。